那須さんやご家族の血液型は分かりますか？父が A 型、母が B 型、姉が AB 型で私が O 型です。ひょっとして私実の子じゃないとか？いやいや、これも遺伝の仕組みで説明ができますよ。血液型は優性の A と B、劣性の O という遺伝子の組み合わせによって決まるんです。優性が2つあるんですか？そうです。A と B はどちらも優勢で対等な関係にあるのが特徴的ですね。具体的には AA と AO の組み合わせでは A 型に、 BB と BO では B 型に、 AB では AB 型に、 OO では O 型になります。那須さんのご家族の場合はお父さんが AO の A 型、お母さんが BO の B 型、お姉さんが AB の AB 型、那須さんが OO の O 型ですね。また劣性の O と劣性の O ですか？いや、先生です、先生。ちなみに日本人では一番多いのが A 型ですが、 O 型は次に多くて人口の約 30% を占めています。 AB 型が 10% しかいないので、その3倍もいるわけです。はあ、そうですか。大怪我をしたり手術をしたりして輸血が必要になった時、 AB 型のお姉さんより O 型の那須さんの方が有利ですよ。それはどうもありがとうございます。では遺伝のメカニズムはここまでにしておきましょう。遺伝子には形質の現れ方によって優性、兼性と劣性、先性があることを覚えておいてください。はい、ありがとうございました。